車で行こうです今日ご紹介する車は新技術が盛り込まれ大幅改良されたマツダアクセラです今回はスタジオにメーカーの開発担当者の方に来ていただいていろいろとお話を伺っていきます 車全体の質感向上とマツダの目指す人ン一体の走りを実現するための新技術さらに8バックモデルに新たに追加されたディーゼルエンジンスカイアクティブ D1.5 の実力が注目されていますそれではポイントから見ていきましょう大幅改良されたマツダアクセラエクステリアのポイントはカラーも造形の一部として研究開発された新色マシーンクレープレミアムメタリックの追加です 機械の持つ精緻な美しさを光の反射で表現し、リアルな金属質感を追求しています。何と言っても注目は、ジンバ一体の走りを追求したダイナミクス性能、G ベクタリングコントロールです。ステアリング操作に応じて、エンジンの駆動トルクを緻密に変化させ、前後左右の加速度をコントロール、 タイヤの設置荷重を最適化することで、滑らかな車両挙動を実現。ドライバーの安心感はもちろん、雪道など、悪路での操縦安定性も大幅に向上します。また、八馬区モデルには、一点五リッターのクリーンディーゼルエンジン。スカイアクティブ d ィー一点五を加え、商品ラインナップを広げたことも大きなポイントです。松田アクセラ。 価格はご覧のようになっています予防安全技術については赤外線レーザーがカメラに変わり歩行者も検知夜間の視認性を高めるアダプティブ LED ヘッドライトも採用されていますはい、シー m の後はいよいよ試乗です今日は大幅回路をしたアクセラに乗っています乗っているのが一号クロス DL パッケージ というまあ高い方のグレードで今回新たに搭載された 1.5L のディーゼルエンジン積んでますこうして高速道路を巡航しているとえまあこのディーゼルエンジンは 2.2L も静かだったんですけれどもこの 1.5L も本当に静かですねそんな静粛性の一つの要素となっているのが ナチュラルササウンドスムーサーこれ CX3 に確か初めて採用された技術だったと思うんですが今回は1 5リッターと2 2リッターのディーゼル両方に標準装備されてきています、えー、まあエンジン関係に関しては相当防音遮音は完璧に施されていると感じますただ乗っていて気になるのが ロードノイズなんですねで音っていうのはすごく難しくて一つのところ例えばエンジン音を静かにすると今度は別のところの音が目立ってきてしまう抜本的な対策というのはなかなか難しいんでしょうけれどもこのアクセラに残された大きな課題の一つですね、まあ、今回から安全装備系かなり充実してきて、まあ、カメラもついて歩行者も検知するようになりました。まあ、それとともに ACC アダプティブクルーズコントロールですねこれもついています実はその ACC とそれからこのボタンを押すことによって普通のクルーズコントロール両方が選べるようになっているんですねそしてその表示が このヘッドアップディスプレイの小さいマークでしかわからないということでえうっかりすると ACC にセットしたつもりだったのにえ普通のクルーズコントロールだったということでぐーっと車間が詰まってしまってえ追突なんていう危険もあるんでこれはもう普通のクルーズコントロールの機能は外して ACC1 本に絞るべきでしょうねちょっとこの辺りの設定はどうにも不可解です 1.5ディーゼルエンジンのパワーフィール、これはなかなか気持ちがいいですね、巡航している時のエンジンの回転数、すごく低いんですが、そこからぐーっとアクセルを踏んでいった時の、このうん気持ちのいい加速ですね、やはりそのスカイアクティビティならではの従来のディーゼルエンジンの常識を覆すような警戒感、スポーティーさがあります。 荒れたた路面に入ってきました今回はもう本当にいろんなところに手が加えられているんですが乗り心地の向上、えー、これも大きなテーマとして改善が進められてきたそうです。出た当初はちょっとこう尖った入力に対して、えー、まあガツンというショックが出がちだったんですがやはりそのサスペンション のチューニングが進んですすごくその洗練された乗り心地になってきてきいますね今ちょっとしたカーブがあるところを右に左にステアリングを切って曲がっていったんですがえまあ狙った通りのラインをきっちりトレースするという性能これはすすごく上がってきてきますそんな特性を作り込む上で大きな効果を生んでいるのが G ベクタリンングコントロールといいう新しい機能ですねこれはなかなか口で説明するのは難しいんですがステアリングの操作に対してドライバーが感じないぐらいに微妙にその加減速をしてフロントタイヤにかかる荷重をコントロールすることによってより正確なダノキきを実現すると。 実際にこれテストコースでオンオフの状態で試させてもらったことがあるんですがえオフにするとやっぱりちょっと、えー、思ったよりもアウトに行ってしまったりそういうものがあったんですがオンにするとピタッと車が落ち着いてくるんですねそのくらいの違いがある、えーまあ、そういう意味では G ベクタリングコントロールの搭載 このアクセラにすごく大きなメリットをもたらしています。え、まあ、助手席とか後ろに座っている人、同乗者のえー、まあ、体が揺さられないようなまあ、そんなメリットも、えー、生んでるんだと思います。そのあたりはスタジオに戻ってから今後ろの席に乗っている藤友にも感想を聞いてみたいと思います。まあ、今回大幅改良をしてきたマツダのアクセラなんですが、まあ、結果としてまあ、従来よりも、えー、確実に。 運転していて気持ちいい楽しい車になってましたまあ車っていうのは工業製品ですからやはり工業製品というのは年々進化していくものだとそういう意味で細かい改良を地道に積み上げていくことの大切さ今回改めて実感しましたねそれでは安全性の評価に行きましょう アクセラこのようになりましたあの歩行者検知機能とかも用意されているんですけれども全車に、えー、標準ではなくてオプション装備ということで、えー、あと一息という評価になりますそして燃費なんですけれども今回はおよそ139キロ走ってリッターあたり12.6キロでしたともちゃんどうでしたはい後席え今カーブ曲がったのっていうぐらい快適で、うん、あの字を書いてたんですがすごく書きやすかった、うん、車用意する方におすすめだなと思いました、うん、リアシートに乗ってても よくわかるっていうのはすごく面白いところだよね。はい。はい、えー。今回はスタジオにアクセルの開発担当者、開発責任者の方にお越しいただきました。マツダ株式会社の柏木明弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柏木さん、あの今回の、えー、大幅改良、はい、マイナーチェンジじゃなくて大幅改良なんですよと言われたんですけれども、はい、これの意味するところ、狙ったところっていうのをまずお聞かせいただけますか。あのマイナーチェンジというと、うん、やはりカわりバイ感の方が大事な。ああ。 ことになるんですけれども、はい、そうじゃなくて車をよくしようということで改良っていう言い方をマツダではもう変わったことではなくてより進化をさせるということだったんですけれども、まあ、まずこれ外観、えー、まあカラーもそうなんですけれども外観はこれ。 そこまで変わってないかなと思うけど実は変わっているそうですねそうですねあのマツダのマークが少しこう下にずれて、えー、グリルそのものもですねもう少しこう安定感のある下に、うんえー、地面の方に少し近づくような非常にあの少し大人っぽさを感じるデザインすはい、はい、ですで何と言ってもやはりこれ1.5リッター従来2.2リッターのディーゼルしかなかったのが1.5リッターも増やしたこれはやはりユーザーからの要望ですか、はい、ありましたはい。うん 2.2いいんだけどちょっと安い値段でディーゼル乗りたいなという方多かったんでしょうね、はいはい、あと、このインテリアなんですがえなんか乗り込むとあれなんか全体的にちょっとこう質感上がったなという雰囲気として感じたんですけどどことどこの部分が変わったとっいうのはちょっとよく分からなかったんですがどのあたり変わったんでしょうか、はい、あの一つ一つの細かい部品の質感を少しずつ上げていって全体の雰囲気を良くしているというのをやっています。なるほど あの、例えばステアリングとか、はい、あとその過食のパーツですよね。はい、そういった部分がちょっとずつ良くなっている、はい、ということなんですね。う,すうん、その辺り、なんかいぶし銀のようなね。改良具合ですよね。はい。では、ここで気になるユーティリティチェックです。 まずは後席への乗り込み。まあ今回は8バックモデルということで、ルーフは絞り込まれているんですが、シートの位置高すぎないので、意外と乗り込みやすい印象を受けました。そして実際の空間、身長162センチの私で膝前が原骨3つ分、そして頭上の方も結構広くて、これなんと原骨2つも入ります。大人の男性でも十分に座れそうですね。えそしてさらにアームレストもついていて、このホワイトレザーの使用、素敵ですよね。 そしてラゲッジスペース、開けていきますと、後席の乗員が座った状態でも荷室の奥行き、結構しっかり取られているので、実用性高いなと感じました。後席のシートアレンジは60対40の分割可動式、シンプルな機構で誰でも分かりやすく使いやすいなと思いました。うん、これユーティリティに関しては特に大きな変更はないですかそうですね。うん、ただ、あの フロントのドアの内側のポケット、はい、このサイズがかなり今回大きくなっていますのでそのたりもやはりなんか知ってる人が見ると違っているという,う、ね、ところなんですね。あとは、やはり今回なんといっても走りということなんですが、えー、G ベクタリングコントロールがつきましたと、はい、これはなかなか説明するのが難しい技術ですよね。難しいですね、うん、ただ乗ってみると やっぱりこうオンオフがついてるところで乗ると確実に分かるんですよね車の挙動が安定するとかよりカーブが走りやすくなったと言っていただけると我々とししては非常に嬉しいです、うん、これオンオフスイッチつけたら方がユーザーは分かりやすかったと思うんですが、はい、あえてつけなかった理由というのは あのこの装置のあるなしというよりもこの装置込みで車全体の仕上がりというのを僕らは見てほしいんですねんですからサスペンションとかステアリングなんかも全部今回新ししく見直してますこれを見て面白かったんですけれどもこうカーブを曲がってるとモデ出さん体動いてるけどペンタントの角度まで違うんですよね。はいねはい、私ももこれれ見てびっっくりりしたんですけれどもやっぱり横に あの働くが緩やかに出るとペンダントの揺れも少ないんだろうなと思いますうんなるほどあとは例えば直進の時もなんかステリングがキュッとこう締まって直進が良くなるような。はい 印象で、これは実際そうなんです,かね,そうですね。直進状態でも、常にこう修正高くっていう小さなステアリングを切る操作をしてますので、うん、その都度 G ベクタリングコントロールが働いてます。うんあとやっぱりその砂利道とか、はい、それから雪道とか、はい、そういうところでも効果あるそうですね。ねそうですね。あの路面が荒れているところほど、この効果っていうのは、うん、よりわかりやすくなると思います。うんなるほど。まあ、そうなると、やはり。 かなり良くなったんだけど、僕はあの、やっぱり A. C. C. と、あとロードノイズ。この二つは、柏木さんにぜひ宿題として、投げたいなと思うんですけれども。そのあたり、いかがですか?。はい。あの、ご指摘、ありがとうございます。うん、あの、次の車に向けてですね。うん、ぜひ、その課題を解決していきたいと思います。うん、はい。ええ、柏木さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。シーエムの後は、評価です。エンジン それでは松田アクセルの評価に行きたいと思います僕の評価はこのようになりましたまる、えー、これはもうブレのない進化の方向性ですね、えー、何かそのいや当然お客さんの、えー、意見を聞いた上での改良なんですけれども、えー、そこには誰も彼もの意見を聞くのではなくて松田の中で松田の示す目指す方向性というのを、えー、元に一旦咀嚼してそこで改良を加えている、えー、そのあたりがブレない もっともっとより車を楽しくしていこう魅力的なものにしていこうという松田のぶれない方向性というのは、ね、今回このアクセラの大幅回路でも感じましたとてもいいことだと思います。バツ×これは、まあ、VTR でも言いましたロードノイズそれからクルーズコントロールですね ACC クルーズコントロールの操作性のあたりそのあたりは今後、まあ、宿題として投げたんですけれどもきっと柏木さんそれを受けて次のアクションを取ってくれると思います。はい 私は 丸なポイント、えー。これはストレスが少ない走行環境に尽きると思いました。まあ、ディーゼルなのに静かで滑らかな加速、操縦性の良さがイメージ通りに車を動かせる安心感に結びついています。ドライバーの不注意をフォローする予防安全技術も充実。まあ、同乗者が快適に移動できるなど見えな目に見えない部分の質感向上が、えー、素晴らしいなと思いました。そしてバッテンこれはハイパフォーマンスなモデルが見てみたいと。まあ、現状のトップグレードは2.2リッターの。 ディーゼル、まあ、トルクはあるし装備も充実はしてるんですがもう少しインパクトあるスポーツ性を磨いたモデルが欲しいという声も実は多いと思うんですね。まあ、かつてのアクセラでマツダスピードアクセラとか、えー、あったことを考えると輸入車ですとかそれから、えー、乗り換えそう、えー、以前のモデルからの乗り換えを考えていらっしゃる方には魅力的に映るんじゃないかと思います。将来的ににに頑張っってほしいですねね、うん、確かにねあの日産にはニスモがあったり メルセデスには AMG があったりっていう意味でいくと松田にもそういうモデルあってもいいかもしれないね。というわけで2人の評価はこのようになりました。